ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がランボルギーニウラカン STO 2021年式7500キロこちらの車両になります。今回この STO のご紹介なんですけども、はい、なんと隣にペルフォルマンテがあるということで、はいはい、いわば後期のハードコアモデルと前期のハードコアモデル、はい、この並びなわけじゃないですか、はい、なので今回この STO をメインでご紹介するんですけれども、うん、まあ、ところどころペルフォルマンテを比較しながらね、はいはい、比較しながらお届けしたいと思います、はい、で特に気になる乗り味の方、うん、結構違うみたいなんで、うん、両方乗っていいですか。いいでしょというわけでちょっとためがありましたけれども、はいはい、両方とも試乗でお届けしたいと思います、はい、でまずこの STO 概要の方から、はい、まず2021年発売でエボのスペシャルモデル、ハードコアモデルですね、はい、前期の本当にペルフォーマンテと同じ立ち位置の車ですよね、はい、でこの STO の、はい、STO がよく意味が分からなかったんですけど、はい、これがスーパートロフェオオモロガータ、はい、要はスーパートロフェオのホモロゲーション、はい、まあ、要はもうレーシングモデルの行動走行バージョンですよね、はいはい、これペルフォとの違いなんですけど、あの結構意外な違いがあるんですね。意外というところっていうのは、まあ、一番メジャーなところで言うと肉じゃないですか、はい、ペルフォルマンテって4駆じゃないですか。そうですね、はい、でこれがあの GT3 のもともとそのレギュレーションにのっとった車なんで、うん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 、まあ、その辺があるみたいですね。GT3 のレギュレーションだとどうしても、はい、あの肉の車じゃないと、はいはいはい、あの出場ができないということで、はいはい、まあ、その辺の関係で肉になってる、はい、であとエアロの方がこのごっついエアロがついてるんですけど、はい、アクティブエアロが GT3 禁止されてるんですよね、はい、あ、そうなんだ。らしいです。要は可変の、はいはいはい、走行中に可変しちゃうエアロが GT3 のレギュレーションで使えないらしいんですよ、はいはい、なのでその辺の関係もあって、うん、STO だと固定のエアロで、ペルフォだと ALA でしたっけ、はいはい、アクティブエアロがついてるという、はい、そうです。そんな違いもあるみたいです。そういう感じなんですね。で、まあ、性能がそれぞれ違うんで、まあ、0、100のタイムが、うん、実はペルフォの方がちょっと速かったりだとか。あ、そうなんだ。らしいですよ。あ、それ知らなかった。コンマ1秒速いらしいです。まあ、4駆なんで、まあ、トラクションが全然違うのもあると思います。ただ逆に制動で言うと、うん、STO の方が制動距離短いらしいです、うんうん、まあ、軽いっていうのが多分あると思うんですけど、ね、うん、あともう一個大きなポイントとしては世代が違うんで、うん、いわば前期と後期じゃないです か、うん、だからマフラーが大きく違うんですよね、うん、馬力は両方とも640馬力なんですけど、はい、トルクが微妙に違うのと、うん、あとマフラーが GPF、はい、要はその排気ガスをきれいにする装置がこっち余計にもう一個ついてるんですよ、うん、だ全然音が違うというらしいです。そうなんだ。というわけでまず、はい、エクステリアから見ていきたいんですけども、はい、先ほど触れた通りもうスーパートロフェオ、このカップカーですね、はい、にもう準じたエクステリアになってると、はいはい、これできますか、あの市販車を。そうねもうでもここまで来るので正直ね本当分かんないですね、うん、何が何だか。あのもうボンネットとかバンパーとかフェンダーっていう概念がないですもんね。そうね、はい、これがもう全部一体型になってると、はい、ここ開けてみますか。これ開けてみますか。じゃあ 今開けちゃう。今開けてみます。じゃあ今開けちゃう、はい。でこれ今ちょっと開けてみたいと思うんですけども、このボンネット、バンパー、フェンダーが一体になったこのフロントカウル、名前がついてましてコファンゴっていう名前らしいです。でこれしかも鍵がついてるんですよね。鍵です。この専用のキーで、はい、こうフェンダー左右ですよね、はい、もう市販車じゃないじゃないですか。もうこれ2人でやんないと作業がレーシングカーの作業なんですよ。2人でやんないとダメです、はい。両方開けるとこんな感じでフロントのカウルがガバッと開くと、はい、そして裏側から見ると分かるんですけども、はい、なんと全部カーボン。そうです。これはあの市販車じゃないですよね、もうもはや。そうです。ちなみにこのカウル、あのミューラをイメージしてるらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、そう言われれば、あ、確かにって感じじゃないですか、うん、昔のランボルギーニのミューラとかって書いて、はい、カウルがガバッて開く感じじゃないですか、はい、というわけでこんな感じの全部骨組みもっすよね、はい、全部ドライカーボンのこちらになってる、うん、そしてトランクが脅威のこのサイズだフルフェイス1個とグローブまで。そうですね、はい、であとはこっちは全部ダクトになってますから、はい、これだからもう競技車両に本当に一応ナンバーつけましたみたいな保安部品と、はい、そんな感じですよね。そうですね。なので実用性はゼロかなと。正直これはね本当に本当わけわかんないだから意外にこう、うん、ハードコアモデルっていうことで、うん、ペルフォルマンテと STO を比較されることが多いんですけど、はい、実はもうそもそもが全然違うんですよ、ね、全然違うんです。そうです。だレースから降りてきた車が STO、はい、
で市販車をレーシーにしたのがペルフォなんです。そうですね、はい、だからペルフォって一応実用性も残ってるし、はいはい、そのレースのレギュレーション無視した、はい、まあ、いろんなスペシャルなパーツだったり仕様になってるけど、うんうん、こっちはあくまでもレーシングカー、そうそうそうなんです、はい、似て非なるものなんですね、そうですね、実は、はい、というわけでこの2人がかりじゃないと開けられないカウル戻しますか、はい、戻します、ちょっと待ってください。これでもだってボンネットのこのフルフェイスを取るのもこれをやらないと取れないってことですね、うん、そうそうね、あの実用性ゼロですというわけでこの辺でかなり軽量化されてると、うん、まあ、普通に考えてそうですよ ね、 そうね、はい、いくらカーボン多用もしくはアルミを多用してるとはいえ、はい、一体型になってて全部カーボンになってれば、うん、まあ、それは軽いでしょう、軽いですね、でそれがここだけじゃなくて、はい、後ろなんかもカーボン多用してるんですよ ね、はい、というわけでボディパネルの 75% がカーボンらしいです。ほぼ全部じゃないですか。ほぼですね、ですよね、はいはい、そしてフロントガラスなんかもあの軽量のものを使われてるらしいですよ、はい、で本当にレーシングカー、うん、というわけでもう車重に関してもかなり軽くなってて、なんと1339キロということで、なんかウラカンよりかもさらに40キロぐらい軽いらしいです、はい、あとは気になるオプションのところなんですけど、はい、あのオプションリストバーって見たんですけど、はい、あんまりオプションないですね。オプションってオプションはまあでも逆にないでしょ。つけちゃったらSTO じゃなくなっちゃうもんね。そうなんです、はい、ポルシェの GT3 ですら走行に関わるオプションって結構あるじゃないですか、はいはい、カーボンセラミックとか、はいはい、そういうのはないんですよ。ないです。僕バーって見たんですけど、はい、ほぼなんかそのおしゃれにするのだけですよ。何おしゃれにするの？ボディカラーとか、はい、その外のこのカーボンを出しますとか、はいはい、中のカーボンどうしますかとか、はいはい、内装のステッチどうしますかっていうぐらいです、はいはい、あそういう感じです、はいはい、あとカープレイ使えるようにしますかとか、うん、おまけ程度の感じで、ね、そうおまけ程度です、ね、なんか車の性能が変わるオプションはほぼなかったです、うん、ただやっぱり大きなものとしてはその外に出すカーボンなんかあるんですけど、はいはい、今回の車これカーボンあのラッピングなんですよね。ラッピングですね、はい、でこの黄色いラインなんかもラッピング、はいはい、ということでかなり派手めに見えるんですけど、うん、これ実は剥がしたらめちゃくちゃシンプルな車になると。これ施工前の写真、多分新車でうちの大阪店の方から収めてるんですけど、その時の画像見たらちょっと本当にちょっとあのすごいさっぱりとした感じの車になってましたね、はい、逆になんかレーシングカーとして良くないですか、まあ、それも一つ魅力かなと思いますよね、はいはい、というわけでまあ好みに応じてまあこの辺触っていただいてもいいのかなと、はいはい、というわけでこんな感じの前回りになっております。そしてあとは横に回っていくとホイールなんかはオプションでマグタンがあるみたいですね。え、そうらしいですよ、なかなか純正オプションでマグタンあの、うん、中古車情報サイトで、うん、確か1台だけあったと思います。あった、はい、マグタンがあったりとか、もう本当にそのレーシングなパーツしかないというわけでこんな感じの足元になってる、うん、そしてもう一つポイントなのはなんとランボで初ポテンザ純正採用らしいですよ、うん、でこれがポテンザスポーツ、うん、なんと国内未設定銘柄です、ね、同じの買おうと思っても、うん、あの売ってないです。売ってないんだ。ディーラーじゃないと、ディーラーで純正パーツじゃないと多分取れないタイプ、うん、でサイズ変更に関してはないんですよね、うん、同じくフロント245-3020、リア305-3020ということでこんな感じになってる。あと寸法的なものでいくとこれ本当かどうか分かんないですけど1センチワイドになってるんじゃないかな。でもここのさやっぱりダクトの部分とこれが、まあ、これがあるんで全く一緒ってことはないと思うんですけど、うんね、まあ、結構その車検証上の数値と、うん、そのメーカーが公表してる寸法違ったりするじゃないですか、うん、違うね、でも合ってるかどうか分かんないですけど、うん、ベルフォより1センチワイドじゃないかなっていう、うん、僕がいろいろ資料を見た限りではこんな感じになってる、はい、だと足回りの方がペルフォルマンテだと純正で車高調なんですよ。車高調、そうです。でこっち固定なんですね、回せないようになってる、はい、車高調整できないようになってるんですよね、はい、というわけでその辺の違いもある、うん、だと奥に見えるカーボンセラミックなんかはもう標準装備でこちらのブレーキになってる。そしてセンターロックも標準ですもんね、はいはい、もう走りに関するところは触れないという、触れないです、こんな感じになってる。触らせないぐらいです。そうですね、どっちかって、はい、あと乗り味がやっぱり結構違うらしいです、ペルフォルマンテと STO で。これはそうね、まあ、今日の市場では分からないかな。まあそうでしょうね、うん、多分街乗りレベルだと、うん、多分比較できるかどうか分からないですけど、比較してもそこじゃないよって感じでしょうけど、うん、だからね、はい、あとは STO なんかやっぱり乗られてる方だとやっぱりそれやっぱりある程度時間が経って温まってこれタイヤがあったりオイルだったり足回りがやってこないと本当に分かんないですもんね、はい、最初怖くてなかなか出せないですもんね。そうですよね、だからもう本気の車なんで、本気の車ですね、もうタイヤも温めて使う前提ですし、はい、ブレーキもそうですよね。そうです、ただ結構冷えてても効くカーボンセラミックらしいんですよね。まあ、そこの領域まではね、はい、ちょっとどこの領域か一応街乗りっていうかその行動走れる風に合わせてあるんで、あ、まあ、一応冷えてても効くらしいんで、はい、まあ、その辺なんかも確認したいと思います、はい、あとは横なんかもこれ全部ラッピングですよね。そうですね、はい、
というわけでこんな感じに、まあ、この車に関してはここだけですね。あ、そこだけカーボンがちゃんと地で出てる。地で出てます、はい、あとのカーボンに関しては全部ラッピングでした、はいはい、だから逆に言えばこれあの傷は防止されてるんで。そうですね、プロテクションも貼ってありますし、はい、そこら辺はしっかりと保護されてますね。というわけでこんな感じ。そしてあと後ろここですよ、はい、なかなかこのスタイリングを市販車に持ってくるってなくないですか、はい、うん、まあ、エアスクープを。そうね、すごいよね。あの昔 NSX の NSXRGT だっけな、うん、あのすごいとんでもない値段の限定車があったんですけど、うんうん、それがあの市販車でこういうちょんまげがついてましたけど、はい、もう全然イメージないなそれ。あの本当にレーシングカーみたいなことだけ出てる、でこれもちゃんと機能するやつですもんね。機能するです、はいはい、エンジンルームにこれを空気を取り込むダクトになってる、うん、そしてこれがパカッて開いたりしないんですよね。そう、ここをね開けるのはねちょっとねボンネットより開けられないんで、それをちょっと勘弁していただければ、はい、あの見ていただくと分かるんですけど、ボンネットのキーと同じ感じのが前2箇所ついてて、それでこのカウルごと取れるんです。取れるんです。これだから2人がかりじゃないとまず無理です、ね、まず絶対無理です、はい、でなおかつこれが置いとくところがないとダメってことです、ね、はい、ダメです。ということで整備性に関してはちょっとはてなマークですけど、うん、まあ、ほぼレーシングカーなので、そう、ね、カツラなんてどこ落としちゃったらね、もう大変なことになっちゃう。確かに、はい、そして後ろもこの造形ですよ、はいはい、このフィンが立ったリアフェンダーにそれにつながるバンパー、そしてドライカーバン製のダクトもね、やっぱりこれ特徴的なんで。あ、確かに、はい、その辺なんかもう全くないですもんね。全くないんで、だからアクティブエアロを使えない代わりに、はい、ダクトだったりだとか、はい、フィンだったりエアロパーツでダウンフォースを稼いでると、うん、そしてこのドデカカーボンウィング、はい、固定ですよね、はい、ただ一応手動では調整できるようになっているということで、はい、うん、起こしてダウンフォース使うこともできると、はい、でこれ資料を見たらなんとマックス420キロぐらい、うん、多分200キロオーバーの時だと思うんですけど、うん、そのぐらいダウンフォースが稼げるらしいです。だ逆にアクティブじゃない分、うん、このぐらい大げさというか、うん、大掛かりにしないと、まあ、必要なダウンフォースが。ここのこの入りなんてちょっとすごいもんね。そうですね、ここがすごいえぐれてますよ、ね、すごいこうなんていうのかな、風をこう絞ってるというか。結構ウイングとかってこの辺がほとんどらしいですよ、機能するって、うんうん、はいはい、実際はやっぱり上の空気ってそれほどこう当たらない、うん、なのでこの辺がかなり計算されてる。あとこっちのウイングも何気にちゃんとスワンネックになってますから、はい、ここの流速を高めないとダウンフォースは発生しないんで、はい、まあ、ここに邪魔にならないようにちゃんと前になってる、はい、だってこれもエンジンルームに直接つながってます。直接つながってもね、ガッチガチですよ、うん、ガチガチ、もうなんちゃってじゃないですか、うん、なんちゃってのパーツ一切ですそうね、うん、そしてリアもこれバンパー丸ごとカーボンですよ、ね、はい、でこの穴の開き方、あのメッシュとかないですもんね、グリルとか。そうね、はい、はい、全部むき出し、はい、でマフラーに関してはなんか位置的にも、はい、なんかサイズ的にも、うん、なんかペルフォと似た感じですけど、うん、音がだいぶ違うということで。そしてあとはこの辺 STO ロゴで抜いてあったりとか、はい、下も真っ平らですもんね。そうね、まあ、非常にもう本当にレーシング直系の車になっていると、うん、はい、オンラインエクステリアになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。ドアだったりは意外に、うん、普通なんですけど、はい、中が普通じゃないということで、まずもうこのアルカンターラを多用されたインテリア、はい、そしてドアの内張りに関してはもうカーボンむき出し、はい、で資料を見たらあの防音材なんかもかなり低減されてるらしいです、はい、まあ、その辺のコンセプトというか車の内装の作り方に関してはペルフォと結構似たものはありますよね、はい、そして注目なのはこちらのスポーツシート、うん、あの標準が多分フルバケットシートなんですけど、はい、オプションのシート、これなんか80万円ぐらいするんですよね。80万円するのらしいですよ、はい、というわけでちょっとあれだよね、シートが厚くなってる感じ。あ、そうそうそう、はい、厚みが全然違うということで、うん、以前ペルフォルマンテ東京店で撮影させていただいた時もくれてるんですけど、うん、あの裏感のフルバケってなかなかタイトなんですよね、うん、小島さんさっきそうって言ってましたけど、腰めちゃくちゃ痛くならないですかあれ。いやいや、それはだから30分は乗れます30分は30分限定。いやいや、もうちょっと、うん、でも僕5分が限界な感じでしたけど、腰が弱い方は、うん、もう5分普通のスポーツシートにした方がいいですよね。そうですね、はい、まあ、その辺もあるのが、はい、市場に流通している車のほとんどがこちらのスポーツシートがついてると、はい、そうだから多分ね、ペルフォルマンテの時にディーラーの営業マンもすごい勉強したんじゃないですか。ああ、それをちょっと想像しました僕も、うん、でも意外にペルフォルマンテもフルバケ少ないんです、うん、少ないんだよね、はい、うん、だまあそこの辺は好み分かれるかもしれないですけど、うん、まあ、行動使用するんだったら僕は必須だと思います、はいはい、というわけでこちらのシートもついていると。であとは大きく違うのは STO 後期ベースなんでセンターコンソールにナビがついてる、はい、この辺はどうなんですか。どうというと僕の周りだと圧倒的にそこになってよかったよねみたいな声が多い気がするんですけど、はい、なんか中にはメーターの中にメーターの方はそうですね、はい、そっちの方が使いやすいっていう人もいらっしゃるみたいで、うん、まあ、実際でもナビ使わないもんね。そうなんですよ、ナビ使う車じゃないんですよね、うんうん、
知らないところに行く車じゃないでしょっていう感じがするんで、まあこの辺あんまり車選びには重要じゃないところなのかなと。でもう一つメーターのところについてるモード切り替え、これが STO だとちょっとモードが変わって STO トロフェオピオッジャウェット用の3モードになっているということで、その辺の違いもあるみたいです。無理は絶対やめましょう。いやこっからがわからない。これ多分なんかあるのよ。これ何、不思議っすね。ここにこういう感じで、あ、これか、わかりました、あ、取れた、これさ、うん、いやもうこれツッチーがこれどうしてもっていうからやったんだよこれ。ちょこれ小島さんバックしましょう。え、もう、どうする、外しちゃいましょう。え、外すの、外さないですか、外しちゃいましょう。いや本当にいやもうこれじゃ下に置く避難、はい、これは危険ですね。だいたいこれいくらするんですか、このカウル、はい、ね、あの無茶を言って今外しました、はい、というわけでエンジンルーム紹介します、はい。でエンジンの方が 5204cc V10NA ですよ。そうね、最後のもうさよなら NA ですよ、はい、さよなら V10、はい、そして馬力の方が640馬力ということで、ここに関してはペルフォと一緒なんですよね、はい、ただトルクの方が少し抑えてあって565ニュートンということで、ペルフォマイナス35ニュートン、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT 0100 3.0秒、ペルフォだと 2.9 秒ということで、多分それはもう単純にトラクションの違いかな、はい、うん、でマックス310キロということで、あとあのいろんなレビュー見たんですけど、ミッション制御が全然違うらしいです。で走りが全然違うらしいですよ、うんうん、違うのかならしいです、噂によると。というわけでなんか、うん、あの前期後期の違いも結構でかいんですよね。前期後期は多分違うと思うけど、はい、その違いじゃないのかな、違いそうなんですかね。だからでも正直分かんないねどこまでの本気度だと、本気度でさ、そうですね、の違いかっていうのはちょっと分からないから、だから本来だったら多分サーキットとかで試した方が、はいはい、はい、分かりやすいんでしょうけど、うん、まあ、あくまで行動レビューということで、そう、ね、この後ちょっと乗ってみたいと思います、はいはい、いやもうこれ、いや絶対、え、でも軽いです。100万ぐらいじゃないですか。すごい軽い。100万するのかな、はい、ちなみに全部カーボンという、いくらするんですかね。マンソリーじゃないですか。何か、ちょっと待って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 、はい、こっちの方がいい、はい、います。っていうか大体これを外さなくちゃいけないのに、うん、なんでこのでかいウィングをつけたんですかっていうぐらい。いやだからこういうのはね、これは危険っすね。でここの溝に入れるんですね、うん、大丈夫、入ってる大丈夫、うん、こっちは大丈夫です。でスライドしてさっきのこのレバーを、うん、あれレバー引きました、うん、これ意思の疎通が図れないとつけることもできないんですか。あ、じゃあ OK ですね、はい、ふぅ、ドキドキするちょっと緊張したね。そうですね、ドキドキするエンジンフードです、うん、はい、続いて排気音聞いてみたいと思うんですけれども、今回 STO は、はい、このバルブコントローラーがついているということで、はい、任意でバルブの開け閉めもできるということで、うん、あの通常静かな状態ですけれども、はい、リモコンでバルブを開けて音量を大きくすることもできるということで、両方切り替えで聞いてみたいと思います。お願いします。あのこちらのペルフォルマンテの方は、はい、ご覧ください、この腰痛製造シート折ります。一回
これちょっと硬すぎないですか。これね、フルバケなのもそうなんですけど、うんうん、もうこのウレタンが硬い、うん、というわけで僕はこのシート気に入ってる方には大変申し訳ないんですけど、はい、全く合わないんです。そうですね、はい、まあ、こちらの車は私担当してるお客様乗っていただいてたんですけど、車とかまあちょっと点検で一人行かせていただいた時にやっぱり座布団敷いてましたそうなりますよね、はいはい、だ中にはここから普通のスポーツシートに交換される方もいらっしゃるってことで、あ、そうなんだらしいですよ、うん、そのぐらいハード、はい、というわけでいきたいと思います。あのドア閉めた感じも、まあ、大体ドアの重さが違う気がするっす。ああ前期後期で、うんうん、じゃあかけます、はい、音が純正だと結構違うってことなんですけど、はいはい、今回の車両方ともバルブのリモコン付き、はいはい、ということで両方うるさいっすね。そうね、いい音しましたね、はい、ただ音質はやっぱり若干違うかなっていう、はい、多分それ OPF が入ってる入ってない問題だと思うんですけど、うんうん、なんかステラートもそうらしいですよ。あ、そうなんだ。純正だとめちゃくちゃ静かだけど、うん、バルブつけるとすっごいワイルドな音になるっていう、うん、その辺の違いもあるみたいです。あとはもう一つ大きいポイントとしてはステアリングがペルフォーだとアクティブステアなんですよね、うん、要は重さだったり切れ角だったりが可変するやつ、うんうんうん、あの STO 固定らしいですよ。固定ね。そこら辺本当にレーシングもレーシーですね。本当にレーシングカーが。それついちゃうとちょっとなんか逆に残念な感じがする。だと細かいこと書いてなかったですけど、あのペルフォーだとやっぱりそのエアロもアクティブエアロになってたりだとか、うん、あと車の制御もいろいろ入ってるじゃないですか、うん、左右独立のエアロベクタリングもそうだし、うん、なんかいろいろセンサーで、うん、まあ、挙動を計測してやるやつなんかも全部ついてるってことなんですけど、あの STO 多分その辺も結構変えてあるんじゃないかなって制御的なものが、うんうん、ただ残念ながらあのニュルはペルフォーより遅いんじゃないかっていう疑惑です、うん、疑惑ね。それは詳しいこと書いてなかったです、はい、なんかペルフォールマンって乗るのは初じゃないです。東京店で乗らせていただきました。まさにこのシートのやつを。あ、そうなんだ。で YouTube の動画のタイトルを5分が限界って書いたら、うん、5分が限界わらわらわらって。あ、そう行きましょう、はい、ちょごっそり変わったじゃないですか。ここね、はい、ここは前期使いづらい前期と後期俺こっちのはなんか間違えた出てるからさ、なんとなく後期だとさ、あの選ぶの悩んじゃう。あ、確かに。あれ、これリフターはついてないですか。リフターついてます。あ、ついてます。リフターはもう裏感は漏れなくついてます。でこの車多分車高も調整してありますよね、これ、はい、少し車高も下がっている、うん、でスペーサー入れてますね。あ、なるほど、うん、でもともとなんかあれらしいですよね、うん、あの STO の方がちょっと車高が高い、うん、ただあのペルフォル1って車高調なんで、うん、個体差で結構、うん、車によって車高結構違うんじゃないかなっていう、うん、今回の車は余裕で多分15ミリぐらい違うんですよね、車高、うん、車が結構ギジギジ言ってるんですけど剛性は高い気がします。買った硬くないですか。いや買ったよ。あの車のフロアにそのまま座ってるくらい。フロアにね、うん、そしてですねエンジン音がもうずっと聞こえるっすね、うん、うん、聞こえる、うん、ボボボボボ。どうこの前のさ、あのなんだ 600LT 乗ったじゃん、はい、と感じてどんな感じ。あ、そこもなんか近い気がするんだよね。ちょっともうちょっと走っていいですか。全然全然。確かにでも向いてる方向は一緒っすよね、うん、ただそのレースから降りてきたのか、はい、市販車をレーシングにしたのかで、うんうん、結構アプローチは違うなっていう、うん、だから基本的にそのレギュレーションに準じてるのが STO の放送ね、うんうんうん、だからちょっと違うよね。だからね、全然純粋なレースの決闘で言ったら STO だと思うんですよ、うんうんうん、だから言ってもストリートってまあレギュレーションないわけですから、ね、うん、何でもありじゃないですか、うん、言ったら。でも STO ってさ出た時って即売っていうなんか一回話あってね。あ、そうなんですか。そう、まあ、即売っていうか、まあ、売り切れた、まあ、第何期かなんか分けられてるかもしれないけど、はいはい、やっぱ売り切れたっていう話を言ったけど、まあ、それがね何台ね日本に入ってきたのかは分かんないんだけど、でも結構な台数入ってますよね。そうそう、中古車情報サイトも台数すごいですもんね、うん、でまた色がものすごいあのアドペルソナムとかであるから、うん、同じ個体がほぼない、うん、硬いけどまあ動きますね足は、うん、でも思いのほかそんなに硬い。硬いよ、硬いけど硬いと思って乗ってるからそんなにやと思う、うん、まあ足はよく動いてる感じはするっす、うん、だからこれシートでだいぶ印象違うと思いますよ、うん、そして相変わらずですね僕裏から乗ると、うん、あの視界が悪すぎて、うん、あの見えないですだってこのバイザーと視点の位置が同じぐらいですよ。ここはね信号だってもう、うん、はい、結構手前で止まらないと信号機手前にあるやつあるじゃないですか、うん、見えなくないですか、うん、こうやる感じですよ、ね、スパイダーだったらこの上から見た方が早い裏感はね、ここ特徴的な感じだよね。でも昔の
なんだろう、アフェンタかなんだろう、なんか乗った時にもう反射がすごくて運転しづらかった記憶があるんだよ。だから結構運転しやすいかしにくいかって言ったら、うんうん、僕はしにくいと思うんですよ、うん、でもまだその裏感って乗りやすいと思うんだろうな。あ、そうなんですかね、うん、でさりげなく今スポーツに入れちゃいましたけど、うん、もう助手席と会話をちょっと声ボリュームを大きくしないとで会話ができないぐらいうるさいです、うん。でもスポーツにするとやっぱりこうすごいね、硬いね。硬いけどなんだろうな、 AMGGT みたいな硬さじゃないんですよね。うん、そうそうそう、なんだろう、冷凍が硬い感じがするバネが、うんうんうん、まあ、あと車が軽いのはもう乗っててすごい分かるんです、うん、だからこの特にペルフォって、うん、なんか乗る人によって印象が全然違うんでびっくりしたんです。どう違うんですか？あの試乗の動画とか、うんうん、あとはその読み物もいろいろ読んだんですけど、うんうん、いや全然乗り心地いいよって言ってる人もいるし、うんうんうん、なんだったらなんかこのちょっとラグジュアリーさとか言ってる人もいたんですよ、うんうん、嘘でしょと思って、うん、もう超体育会系のスパルタンな車だと思うんですよ、うんうん、僕的には、うんうん、いやだからオーディオも結構聞けるんですよみたいな、うん、いやこれオーディオ聞く車じゃないでしょみたいな。ちなみになんですけど、あこれをあのスピーカー変えました。もうだって結構こう外からの音も入ってくるし、うん、はい、ちょっと踏みますね。はい、お、これは踏めない。いやでも なんだろうな、この 波がやっぱりレーシーだよね。この動きの波がね、ちょっとこれから STO に乗りますけど、うん、ちょっと心配なぐらいもうペルフォルマンテの時点で、うん、もうこれ公道走る車じゃないなっていうぐらい。でもシフトなんかは意外にあのスパスパ入る感じではないんですよね、うん、つなぎは少しマイルドな。硬いな、やっぱりもうだって路面のこの凹凸わかるぐらいですもんね、うん、でも意外にあの遮音性は高い気がします、うん、後ろの音は聞こえるっすけど、うん、外の音はそんなに、うん、だから確かにスピーカーって言えばまあわからなくもないけど、うん、オーディオ聞く前にちょっとあれこっちの音聞こえてきた。あんまりかなって僕は思うっすけどね。早い、だからシフトも何だろう、もうちょっと回せばあれなんですかね、スパーンって入るんですかね。特にストラーダだとそんなにっす。いやでも楽しいなこれはやっぱり。あでもステアリングもそんなじゃないっすね、うんうん、だからこれ今まああのフェルフォルマンテだけのことを話すとしたら、やっぱフェルフォルマンテとエボは大体金額同じぐらい、はい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 、市場では、はい、だからこれをどう取るかだよね。あそうですね、うん、どっちがいいか。でも球数も少なくなってきたし、裏側も結構今いや絶対今後評価されると思うんですよ。評価されると思う、うん、だって兄弟車の RA とか今もう市場から消えてってんですよね、うん、そうまともな個体が。だ多分裏側も時期に多分そうなってくると思うんですよ、うん、まあ、なくなることはないでしょうけ どいい車は確実に減っていくと思うんですよ。減ってくるですよね。値段がね上がるかどうかっていうのはちょっとまた微妙だけど、そうですね、だから乗りたかったら今のうちに選んどくっていうのはすごい手ですよね、うんうん、そうね、選べないですもん。そうそう、だから明日またうちもエボ入ってくるけど、はい、距離も少なくて、うん、いいかもしれない。この感覚を持って STO に乗るっていう、はいはい、そうですね、うん、これレビューというよりか確認なんで。確認、はい、いや今日 STO に乗るための確認なんで。今日あれでしょ、はい、ツッチーのあのご褒美会でしょ。しかしたらそうですね、ただの乗りたい乗り、はい、地上の会なんで。GT3 高速走る名古屋の会ってあれ好評じゃない、皆さんなんかあんなに回していただいてみたいな。あの土方さんから昨日連絡が来ましたよ、 LINE が。結構踏んじゃったけど大丈夫だったんですか。いやもうあそこまで踏み切るのは土方さんしかできないんで、うんそうね、オール OK ですっつって、うん、ならよかったって言われたんですけど、うん、なかなかだってもう店長じゃないとできないじゃないですか。いやいや、まあまあそのあってもね、店長であっても運転技術がね、俺みたいにヘッポコだったらダメだからさ。いやいや、まあ、土方さんレースとか出ましたしね、うんうんうん、そのある程度ね限界値っていうところの予測がね、そうそうそう、やっぱりできる人はやっぱり、うん、いやでも全然違ったっすね、やっぱり。あそう、走るステージはあれ、うん、もうあの速度域っすね、うん、でも多分 もっと先なんでしょうね、うん、本当の速度域は、うんうん、まあまあね、GT3 って、うん、この車も多分そうだと思うんですよ、うん、本当にもっと高速サーキットとか、うん、なんだったらニュールとか、うん、あの辺で進化を発揮するように足回りもセッティングされてると思うんですよ、うん、
だから一般道だと少し硬いなと思うんですけど、うん、これ多分高速とか、うん、速度出したりしたら、うん、多分足の動きガラッと変わると思うんですよ、うん、特に可変 のアクティブダイヤルなんかもついてるんで、うん、ただやっぱりそのベースがその市販の普通のウラカンから上がってきてる車だけあって、うん、まあまあ街乗りはできなくはないです全然。いやでも腰痛いなあとはいいと思うのは、うん、ちゃんと後ろが見える見えるねST は一回動かさせてもらったんですけど、うん、後方視界ゼロですもんねちょっとこの後お届けしたいと思います、はい、いやベルフォンもいい車っすねやっぱり、うん、あとなんか普通の車より前期後期感がない、うん、そうなくないですか。まあペルフォン、まあ、まあ結局エンジンってさ、はい、エボと同じじゃない、はいはい、だからそういうのもあるのかもしれない。あなんかちょっとやっぱり普通の車って前期と後期で言ったら、うんうんうん、あ前期ちょっとやっぱり年月感じるよねっていうところあるじゃないですか、うんうんうん、裏感はあんまなくないですか。そうね特にペルフォとか、まあまあそうねペルフォとかそうだし、でもどうなのかな。でも味付け的にはやっぱり前期後期ってやっぱり、はい、それはあると思うんですね、うん、あると思う。ペルフォーマンスだからそういう感じなのだけかもしれないし、でも逆にこう荒削りというかアグレッシブなのは前期かなって、うんうん、後期になると大体こうマイルドというか、うん、洗練されるじゃないですか、うんうん、だからそれは割と共通して同じこと書いてましたよ、うんうん、あそう、はい、やっぱりそもそものその違いもあるけど、うん、やっぱりペルフォーマンスよりも STO の方が洗練されてるって、うん、ありがとうございます。いきましょう。ステアリングのここが違うんですよね、はい、モード切り替え。フェラーリだとマネッティーノですけど、はい、ランボだとアニマ、はい、これが STO トロフェオピオッジャ、はい、これがストリート、まあ、レースウェット、はい、みたいな感じですよね、はいはい、そしてあとはステアリングが固定のステアリングになっているということで、はい、アルカンターラ多様の内装ということでダッシュステアリング、はい、この辺なんか全部あるか、はい、ただなんか仕様がいろいろあるじゃないですか、うん、市場にも、はい、全部これが基本ではないですけど、うん、そしてシートがスポーツシートということで、うん、一応リクライニングできるんですよね、はい、ダイヤルですけど、はい、こっちじゃないですか分かんない、まあ、今乗ってきたからね。だからシートの比べはね、だ街乗りもするよって言ったらやっぱりこっちかな、うん、難しいですね。まあでも硬いのは確かですね、向こうはね、はい、あとこの外装のカーボンファイバー、うん、なんか一部航空宇宙産業用の素材らしいですよ。そうなんだ。なんかサンドイッチっていう技術を使ったやつ、うんうんうん、ランボルギーニってカーボンすごい技術的にこだわってるんですよね、うん、ペルフォのやつはだってフォージドコンポジットでしたっけ、うんうんうん、あれなんか名古屋大学かなんかと共同開発の特許取ってるんですよね、あそうなんだ。そうそうそう、プレスでなんかその作るカーボンのやつ、うん、じゃあ行きます。ドア全部カーボンですよ。 SV じゃないですか。そうね。そしてグリップはこのレザーのグリップになってると、はいはい、これ多分グローブしてても締められるようにですよね、うん、なってると。開けんのこれですよ。だからもうこれでなんか装備どうこうっていうのはちょっと邪道かなって思ってしまいました、うんうん、はい、いらなくないですか。もう走るためだけのレーシングカーに何を言ってるんですかっていう、うん、はい、いきます。だから一応クルーズコントロールとかあるらしいですけど、はい、あんまり機能的にも期待できないんじゃないかな、うん、あと音、今回バルブついてるってことで、はい、あ確かにバルブ閉まってたらベルフォより全然静かだなって感じですよね。開けますね、はい、開けで走りますか。開けてお願いします、はい、だここに関してはうちの場合どうにでもなっちゃうじゃないですか。でもこれってやっぱり車の、はい、楽しさでもあるけど、そうですね、これは使えるか分かりませんけど、はい、やっぱこれつけるとディーラー入れないじゃないですか、はい、そこなんとかしてほしいですよね。あ、そうですね。そこいいじゃんみたいな。リモコンポイって。いやいや、そういうことじゃなくて、ディーラーさんの方がやっぱりそこをちょっとね、多少寛容になっていただけると、そうですね。いいかなって思う。まあただやっぱりうるさいのは事実なんで、うん、節度を持って、やっぱりそのリモコンも操作しないと、うん、そう、純正だから何でも OK でしょみたいなのはやっぱり良くないと思います。うん、やっぱり TPO に合わせて。うん、はい、あれこれステアリング全然違う感覚が出るほど先入観かな、分かんないです。スペック中独自の先入観かもしれないですけど、ペルフォとなんか乗り出したからステアリング切った感じが全然違う気がする。そしてですね、小島さん、はい、カウルがでかすぎて怖い。怖えこれ、なんだろう。
あ、そしてさっきだってペルフォで降りた時ちょっとミシミシって言ったじゃないですか、言わなくないですか、あれかな、そのパーツのその構成の仕方が違うからかな、あ、全然違う、全然違います。これでもね、やっぱりちょっと今回乗り比べがいいかどうかはちょっとシートが問題もあるねちょっとさっきのシートが俺ボディーブローでちょっと今になってまさにそれだと思います。今に聞いてきてる感じする。シートの違いはもうめちゃくちゃでかい、もう車の印象変わるぐらいでかいです。変わるよね。ただあと車が洗練されてるっていうのは分かるっす、ちょっとやっぱりここのさ、あのなんてダッシュボードの動きもちょっとだけ乗っただけでも違うもんね、ちょっとね、さっきとね、まあ、車高違うんで、まあ難しいとこっすけど、確かにペルフォとか前期の方が荒削りっす、やっぱりちょっとわかる、それは あとステアリングがアクティブステアじゃなくなってるからなのか、もうちょっとダイレクトな気がするっす、なんかあの昔僕ワイヤースロットルの車から初めて電子制御スロットルの車に乗り換えた時に、めちゃくちゃ違和感あったんですよ、あのアクセルの踏んだのとちょっとリンクしない、で乗り慣れちゃったら全く気にならなくなったんですけど、なんかそんな感じの違い、違和感って感じじゃん、一瞬なんか、あ、さっきの車は確かにちょっと違和感あったよねっていう感じ、じゃあペルフォルマンっていうの方が違和感がある、の気がしたっす、よりこっちの方が繋がってる感あるっすね、ステアリング。で早速ちょっとトロフェオにして、そうするとメーターのこの表示も大きく変わって、高グリップ面に設定されます。でバルブ開いてるんですもんね、本来であればね、もうちょっと温めたいところですけどね。そうですね、まあ、あとはそのここ低いじゃないですか、だからここにナビを出されてもってよく言うみたいですけど、僕はもうこの車に関してはだいたいナビでどっか出かける車じゃないなって思ってるんで、全くいらないんじゃないかなっていう。だってこれで見知らずの土地に行きたくないですよ、だってあ、ステアリングは全然こっちの方がダイレクトっすね。全然ダイレクト。遊びが少ないって言った方がいいのかな。こんだけ違うんすね。あとはですね、後方視界がゼロなんで、これ後付けっすよね。デジタルインナーミラーついてますけど。これは必需品ですね。もう全然なんか、同じ640馬力、同じエンジンのはずなのに、こっちの方がスムーズじゃないですか。全然スムーズだね。ですよね、助手席乗っててもね、全然スムーズな感じする。シフトに関してはそんなに言ってるほど違わない気がするんだよな。でももうちょっと高い速度行きだと違う気がする、いいですか。はい、あ、加速も全然違うっす、ちょっと怖かった。じゃあやっぱ四駆と違うんで、ね、感じすると思う、多分。あの明らかに後ろを書いてるって分かるっす。書いてる、分かるね。同じ車だからこそ分かるっす。分かるね、もちろんフロントリフトはしないけど、後ろに押されて車が前に出てんだなっていうのが、STO 分かるっすね。分かるね。すごい。ベルフォだともう四輪で蹴っ飛ばしてこう前に出てる感じあるっすけど、全然違うわ。そしてですね、足の硬さは同じくらい硬い硬い、そうだね、硬い。ただこのシートでだいぶ吸収されてるっす、あのさっき小島さんが言ってたんですけど、降りた時に分かりますね、シートの。そうシートもね、ずっと同じ姿勢じゃないですか、であの中腰で作業して立ち上がった時の感覚、そうね、降りた時の感覚は、シフトも若干速くなってんのかな、でもいい車だ、飛ばしたい。でもこれ乗ってた方が、GT3 RS も乗ってるんですよ。へえ。違いを教えていただいたんですけど、やっぱりドイツ車とイタリア車ってそのスポーツカーでもやっぱ全然違うみたいですね。まあでしょうね、やっぱりちょっとね、荒削り感はあるみたいな、はい、GT3 の方がなんかこうしっかり作られてる感っていうか、ちょっとあるのかなっていう、それをいいと捉える方と、そのイタリア車のこういう荒削り感がいいと捉える方っていうのはやっぱり好みが違うよねっていうのをね、お話しいただきましたね笑っちゃうぐらい硬いっす、でもやっぱ硬さの違いがな、シートじゃないよね。そうですね、足も違うっすね、やっぱり違う、やっぱり違う、違うっす。なんかブッシュなんかももうちょっと遊びが少ないのになってるらしいっすよ、
で、まあ、もちろんその車高調と普通の足回りの違いもあるし、うんうん、あと重量40キロ違ったら結構違うと思うんですよね。ああね。でもっと高い速度で行きだったらもうダウンフォースが違うんで、うん、車の動きが多分まるで違うと思うんですよ、ね、やっぱりその内容からしたら、まあ、今の現状の市場の価格差っていうのも、まあ、納得はできる。まあ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 そうですね。高いかなっていうのは確かに ね、 そうすね、一般人から考えるとあるけど、はい、あとやっぱり室内その広くないじゃないですか、うん、天井クリアランスもあんまないじゃないですか、うん、だから身長180の人とか、うん、もしくは僕と同じ75ぐらいでもフルフェイスかぶれない、うん、っていうの結構あるみたいですよ。それはあれだね、致命傷だねそれ。だから外国人の方でもうちょっと背高い方とか、うん、だともう視点が変わっちゃうし、うんうん、もうそもそもそこからフルフェイスって結構詰めあるんですよ、うんうんうん、だからサーキット乗れないっていう、そういう話は結構あるらしいです。そう言われてみたらそうだ、うん、これでもちょっと街乗りはまあまあまあ向いてないっすね。ナビ使う車でもオーディオ聞く車でもない、もう完全なスパルタンだ、うん、だレースから降りてきた車がいいのか、市販車ベースのレーシングな車がいいのか、うん、キャラクターがまるで違ったっす。でもまあね、これ毎日乗る車じゃないですからね。非日常とかだったり、まあちょっとね走りに行ったりとか、サーキットで楽しめるのはもしかしたらこっちかもしれないですね、うん、やっぱりその行動っていろんな言ったらサーキットより過酷じゃないですか、うんうん、道もこう、うん、波打ってるし、うんうん、舗装もつなぎがあるし、うんうん、何が落ちてるかも分かんないし、うんうん、その辺考えるとやっぱり四駆のトラクション性能の方がいろんなその天候もそうだし状態でもいけるから、うんうん、多分上手い人が乗っても行動だったらペルフォーマンテの方がいいよねってなるかもしれない。でサーキットたまに行ってその突き詰めた走りするんだったらやっぱりもうだってレースから降りてきてこっちの方がじゃないかなと思うんですね、うんうん、そうね。だってほぼ GT3 ですよ、うんうん、まあね、サーキットから降りてきた車っていうことでやっぱりあるんですけど、まれにやっぱりサーキット走ってるから保証継承しません、まあ、しませんっていうかこことここ変えてくださいっていうのがある販売店さんがあるんですよね。で某販売店さんだったら別にいやいやサーキット走ってても同じこの 100% の制度があるから大丈夫ですよってディーラーさんがあったりする。なんか熱が入ってるからブレーキ丸ごと交換してくれみたいな話ですよね。そう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 、だからそれってこういう車だからどうなのって僕は思うんですよ。それどう思います？でも言ってもやっぱりメーカーじゃなくて一販売店ってその別の会社なんで、その見解が割れるのはまあ多少はしょうがないかなって思うんです。ただまあユーザーの視点からしたらそこは統一してほしいなって思うんですよ。思うよね。思うんです。で統一してるっていうかそのじゃ明らかに要はダメですよっていうことであれば、はい。はいいいんだけど、はい、要は走ってましたよね。ちょっと何癖つけようと思えばなんとでもできちゃうんですよね。なんかそれで確かにそれはあの変えないとダメですよって言って、はい、じゃあパッド交換いくらですかって言ったら150万円になるわけじゃないですか、はい、いやいやそんなね、そうですね、それはちょっと確かにどうかなって思う。それやったらじゃあねと思いますよね。確かに。でもそれあのちょっと話は脱線しちゃいますけど、某国産車のスポーツモデル、うんうん、でもあったらしいですよ。あ、そうなん。結局あの散々サーキットを走る CM とか流して車を売ってたのに、うんうんうん、実際サーキット走ったら車壊れちゃったんですよ、うん、でこれ保証でいけるでしょって言ったら、いやサーキット走ってるんでダメですって、うん、いやいやいや、あなたたちサーキットで散々プロモーションしたでしょって、うん、でサーキットも別にクラッシュしたとかじゃないですよ、うんうんうん、そう、まあそれ分かる。オーバーレブしたとかじゃなくって、うん、普通にサーキットでその G がかかったら、うん、オイルが偏ったかなんかでエンジンブローしちゃったっていう、うんうん、っていうのもあるんで、まあ、いろいろ難しいところであるんですけど、うん、まあ、最終的にはでもその販売店とのコミュニケーションかなと思うんですよ、うんうん、そうね、はい、でもそのサーキットに対してのなんていうのかな、もうちょっとその寛容な、うん、本当スポーツですよっていうところで、まあもちろん乗る側もそうだし、はい、あの走る側もそうだし、はい、こうディーラーもそうだし、そうですね、もうちょっとそのこう誰でも楽しめる感覚のものになれば、うんうん、もっと支給普及される気がするんだよね。今特にその距離縮まってきてますからね、うんうん、コーンズさんがその曲がりがやったりとか、うん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 、ポルシェがエクスペリエンスセンターやったりとか、うん、昔よりもだいぶ身近じゃないですか。身近に、その辺はある程度は理解は、まあ、だから僕たちもね仕入れするときにサーキット走ってんなってなったときにやっぱりちょっとこう躊躇しちゃう正直あるんですけど、そこをやっぱりまあだまだ難しいね、そこ難しいな。そうですね。でも今からさっきの話だけどレブ何回入ったとかするね、分かるじゃん今データで。あ、そうなんですか。あの分かる分かる分かる、レブって壊れちゃったのか。そう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 、そういうのがあるから、しっかりとデータで見れますからね。見れるから、そういうのが分かればよりねいいかもしれないけど。そうです。いや勉強になりました。こんな違うんですね。そうね、はい、
なかなかない経験をさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。いや全然違う。いやでもこの価格差だったらペルフォーマンテかな。いやもうちょっとだから時間だったらこうなりそうな気がするっす、うん、まあ、ペルフォーが上がるのか ST が下がるのか分かんないですけど、うん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 、もうちょっと今だっていくらですか。2000万ぐらい違うんですよね。価格差2000万ぐらいので。そうですよね。2000はちょっとでかいかなって思う。そうね。だからそこの2000の差を、まあ、僕たちはやっぱりサラリーマンの感覚じゃないですか。はい、それでやっぱりその車にかけられる費用の価格の差であるのかなと思うけど。そうかそうか。エボとあれですもんね。うん、あのペルフォが同じぐらいで。そうそうそう。ああそう考えると、まあ、フェラーリのスペシャルモデルなんかもっとしますから、ね。うん、するからね。そう考えたらと思うし。いやいい勉強になりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけども、はい、意外に違いましたねというか。違いました。はい。何が2台。あ、2台が、ね、まあ、意外にというか、まあ、最初から違う方向性の車ですよっていう話はしましたけど、後継っていう風に言われてますけど全く違いますよね。前期のハードコアモデル、はい、後期のハードコアモデルっていう、はい、そういう風に言っちゃうと同じような車に感じるんですけど、はい、全く向いてる方向も違えば車の作りも違ったということで、はいはい、そして今現状ではこうぼちぼち STO も市場に台数あるじゃないですか、はい、ただあの最近ついにこれの後継が出ましたよね。出ましたね、はい、テメラリオ、はい、というわけで、まあ、その辺がかなりガラッと変えてきたじゃないですか、うん、だから結構貴重な存在になるんじゃないかなっていうふうに。そうですね。だから今もその今の市場でいくとやっぱりまだちょっとそのプレネ感っていうのは STO はあるので、結構価格差あるんですよね。そうそうなんです、そうなんです、はい、だからここがどう出てくるかっていうのは正直私たちもちょっと興味深いところではありますよね、はい。まあ、多分これの後継のテメラ量がこう市場に流通するようになったらまたこう動きがあるのかなと、はいはいはい、ただこんな車多分二度と出てこないじゃないですか。そうですね、そこは、まあ、気になる方は、はい、まあ、今回のお車コンディションもいいですし、はい、距離も少なめということで早めにお問い合わせいただくといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はランボルギーニウラカン STO をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。